当にこのいわきの方々もいつも温かくて、僕らも本当にね、僕らが本当にいつも応援されてるような気がしますね。私の願い事が叶うならば、翼が欲しい。はい、翼をくださいでございました。皆さんね、ご存知の曲だと思います。改めて今こういろんな童謡とかを、歌ってみると非常にいい歌が多いですね。多いですね、うん、本当に、はい、ね、僕たちもこの曲は非常に大好きで、ね、なんかこう人って泳ぐこともできますけど、ね、
飛ぶこと、自分で飛ぶことってなかなかできないですからね。まあなかなかね、うんうん、あのまあそんな思いと、あとね、いろいろなこうね、あの夢を叶えたいなっていう思いを書かれた曲だと思います。では、いよいよ最後に、今年ね、本当1月2月はですね、なかなか来れなかったんですけど、3月来させていただいて、これからね、今年もたくさんたくさんいわきの方に来たいと思ってますんで、また、皆さんと会えることを信じまして、最後に、この曲を聴いてください。今度いつ会えるかな。飲み飲まれながら幸せを感じている。深い時間の中で一緒にいる喜びと分かってた後の悲しみが心を締め付ける。今すぐそこにあるかけがえのないものが消え、今度いつ会えるかな。誰よりも思っているあと何度夜を越えたなら君に会えるに消えてゆく君の後ろ姿見つめ、目の泣く悲しみがこの胸に押し寄せてく。このまま君を追いかけて連れ戻したいけど、愛情と苦情の日々、君の香り消えてく。さよならはまた次に出会うための約束。君歩く帰り道、ありがとうございました。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 